かやばか -1 加号観測機加号観測機は第二次世界大戦時に日本陸軍が開発した観測機である。後に解消されお号観測機となった。砲兵の弾着観測や対戦紹介に使用された。日本で実戦配備されたものとしては唯一のオートジャイロである。設計、製造はかやば製作所。1923年に スペインのフアンデラ・シエルバにより実用化されたオートジャイロは1930年代当時世界各国で軍事利用が行われていたアメリカ海軍では1931年にピトケアン PCA-2 の改良系をゾップ -1 試作観測機として空母ラングレーで初着艦実験を行い成功させ遅れてアメリカ陸軍とアメリカ海兵隊が少数ながら ケレット KD-1 シリーズを採用した。ソ連では1931年1月11日に、キャスク -2 が初飛行している。さらにシェルバ C-30 が1934年に、スペイン海軍の水上規模艦でだろ。1935年には、イギリス海軍の空母カレージャス、イタリア海軍の従順洋艦フィウメでの、初着艦実験に成功していた。 あとにイギリスはオートジャイロをバトル・オブ・ブリテンでレーダーサイトの点検作業などに活用している。日本でもこうした潮流に乗り遅れまいと、1932年、イギリスからシェルバシー19が2機輸入され、うち1機は海軍で研究用に、もう1機は朝日新聞社が購入した。翌1933年には陸軍が学芸技術奨励基付金で、 アメリカから、ケレット K-3 を2機購入した。海軍の C19 と陸軍の K-3 は、事故で失われた。1939年8月陸軍航空本部は、アメリカから、当時最新型のケレット KD-1A を1機、購入したが、これも1940年2月に、事故で、中破した。すると、陸軍技術本部が、気球の代わりとなる、 弾着観測機として目をつけ航空本部から破損機を譲り受け同年11月に茅場製作所に修理を依頼したその背景には前年のノモンハン事件において日本陸軍砲兵の挙げた弾着観測用軽流気球がソ連軍戦闘機に撃墜され役目を果たせなかったという自由があったなお1940年に 本機と並行試作される形で、手合観測機の開発指示が出されている。KD-1A の米陸軍版である YG-1B1941 年4月に修理の終わった試作機は、同年5月26日に玉川飛行場にて初飛行した。試験結果は良好で、同年5月、技術本部はこれを原型とした国産型2機の 製作を、茅場製作所と神戸製功所に依頼し、1943年、初めに完成した。国産型の胴体は、茅場製作所製で、エンジンと駆動装置は、神戸製功所製であった。完成した国産型は、玉川海畔での飛行試験で成功を収めた。加護を、K、K-3 と、シェルバをもとに、茅場製作所が独自開発したとする古い説は、 誤りである。1942年11月に国産型はカゴ護1型観測機として採用され、1943年に60機分、1944年に毎月20機分の量産が発注された。カゴが240機生産されたとする古い説は誤りである。240機という数字は昭和19年度の計画に基づく推測と、 考えられる。本機は航空本部ではなく技術本部主導で開発された砲兵機材のため基板号が与えられていない。カ号のカワー、かやば製作所や観測機ではなく回転翼の頭文字を取ったものである。これは手号の手が低速固定翼機の頭文字であることからも回転翼と固定翼の対比であることがわかる。また、 もう一つの呼び名の、オゴーは、オートジャイロの頭文字に由来するという。これは、ソロモン軍東洋地奪回の作戦名である、加合作戦との混同を避けるため、1944年以降に解消されたものである。本機のバリエーションは、数種の改造試作系を含めをマイナス6まで存在する。その中には、垂直離陸の実験のために、 ローターブレードの先端に、小型の補助ロケットを搭載したものも存在した。試作機は、ジャコブス L-4MA-7 空冷星型、7気筒エンジンを搭載したが、国産型と1型では、アルグスモトレインアズ 14E 空冷当立、V 型8気筒エンジンを搭載した。これは、ドイツの FW186 や FI156 の、搭載エンジンと同じもので、 前方視界改善と空気抵抗現象を狙ったものだった。しかしアルグスエンジンの筒音過小トラブルが多発し、1型の生産は約20機で打ち切られた。以後は試作機と同じジャコブスエンジンを搭載したカゴ2型観測機へと量産は移行した。ジャコブスエンジン搭載系を試作機のみとする古い施設は誤りである。機体構造は胴体。 垂直尾翼、方向打は、交換骨組みに、ハフ張り、水平尾翼は、木製骨組みに、ハフ張りで、昇降打はなかった。水平尾翼は、左右が逆タンバーになっており、プロペラから発生する、アンチトルクを相殺していた。交換下駄に、合半張りの三羽ローターを有していた。格納時にはローターを後方に折りたたむことができた。 プロペラは木製固定ピッチに跳ね出あった。生産は機体は茅場製作所仙台工場、エンジンは神戸製工所大垣工場にて行われた。しかしエンジンやプロペラなど重要部品の供給の遅れから、生産は父として進まず、終戦までに計98機しか軍に納入できなかった。しかもそのうち完成していた十数機は被爆によって破壊され、 約30機はエンジンがついていない状態だった。そのため実用となったのは50機前後とされる。実戦配備されたのはそのうちの約30機、対戦哨戒機として使われたのはさらにそのうちの約20機であり、それらは空冷倒立 V 型エンジンの1型であった。これらの機体は戦局の変化から当初予定された中国大陸での 弾着観測任務にはほとんど使用されず、ごく一部がフィリピンに送られた他は、大半は後述の対戦紹介任務に転用された。その際は、前席の観測員席を改造して、胴体下に、小さなドラム缶のような 60kg 爆雷一発を、堅調して積載できるようにし、その重量分は観測員を下ろして確保し、後席の操縦士のみの短崎として運用された。 この対戦哨戒機に改造された加護は爆雷を積載していないときは通常の福崎として運用できた。その他戦闘式、偵察、連絡任務にも使用されている。1943年陸軍は加護を戦時標準戦を改造した護衛空母に関西して対戦哨戒機として使うことを考えた。同年6月4日。 特殊集停母船秋津丸にて、加護の初着艦実験が行われ、成功した。同年7月、オートジャイロ搭乗員として、陸軍船舶部隊の中から第一期生10名が、選抜され、愛知県豊橋市郊外大清水村の、ローツ陸軍飛行場にて、教育訓練を受けた。1944年2月、 卒業し、入れ替わりに、第2期生40名の教育訓練が開始され、同年9月、卒業した。母船には当初、2D 型貨物船が考えられたが、2D 型では小さすぎることから、最終的には、秋津丸と熊野丸、特にトルコリラ型山塩丸に決まった。しかし加護が関西されることはなく、 この役目は、エストール機である三式式連絡機にとって変わられた。これは、加護の生産が父として進まなかったことと、本格的な空母で運用するならば、固定翼機の方が、オートジャイロより、搭載量など、総合的な能力で勝るためである。1944年4月から7月にかけてや、キッツマルは改装され、デリックの撤去と飛行甲板の拡幅と、 航空偽装が施され、航空機着艦能力を有する、本格的な空母に生まれ変わった。三式式連絡機は1944年8月から11月までや、津丸に関西され、対戦紹介任務に就いた。加護が、秋津丸に関西され、対戦紹介任務に就いたとする、説は誤りである。第1期生と第2期生の、 計50名の教育訓練終了とともに、1944年10月、広島修治寺名の陸軍船舶司令部本部内に、船舶飛行第二中隊が編成された。これは、日本初の海底によく機部隊であった。同年11月に秋津丸は沈没し、またこの頃レーテ島が陥落し、南方航路は事実上閉鎖され、南方航路での船団護衛任務自体がなくなったため、 カゴは、日本本土の陸上基地で運用されることになった。船舶飛行第二中隊は、宇治名のエバ飛行場にて、爆雷投下訓練などの猛訓練の後に、福岡のカリノス飛行場に移動し、行き水道などの策的、紹介、警護飛行の任務に就いた。1944年秋頃から一気に、つつ浜基地の建設が始められ、同年末に、ほぼ完成した。 草地を平坦にしただけの未舗装の滑走路は、長さ約200メートル足らず、幅約40メートルだった。屋根を、シートや竹や藁などで偽装した、奥行き約8メートル、幅約5メートル、高さ約5メートルの、半地下号式格の庫が十数箇所構築された。船舶飛行第二中隊は、1944年末から1945年1月初め、頃に、 カリノス飛行場から、津つ浜基地に移動し、1月17日から、行き水道の索的、紹介、護衛飛行が開始された。津つ浜基地の船舶飛行第二中隊は、搭乗員と整備兵、合わせて約200名、運用される、加号は約20機であった。5月からは、津島の伊豆原飛行場にも分権され、最後に残された大陸とのシーレーンである博多。 不山間での対戦紹介や戦団直おえ任務に従事した。米艦再起が出現するようになったため、6月に能登半島方面に移動し、石川県の七尾基地で終戦を迎えた。本来の目的であるシレーン防衛の任務は、極めて小規模ながら一応果たしたが、潜水艦撃沈などの具体的な戦果を上げることは、できなかった。一方同じ頃、アメリカでは、 シコルスキー R-4 や R-6 などのヘリコプターが実用化、大量生産され、沿岸警備隊や陸軍が対戦紹介や輸送任務に関西して使用していた。加護は軍用オートジャイロの時代の終焉の象徴でもあった。本機が離陸する際には、指導者もしくはゴム掛け指導により、エンジンを指導し、クラッチを引きエンジンをローターに接続し、ローターを あらかじめ回転させ、回転数が毎分180回転に達したらローターのクラッチを切り、機種のプロペラで前進、ローターが自然回転により毎分220から240回転に達し、発生する揚力で自然に離陸した。本機は動力でローターを駆動する機構を備えていたが、ローターのピッチ変更機能を持たなかったため、現代のオートジャイロのように、 実質的に垂直離陸であるところの無滑走で離陸する跳躍離陸の機能は備えていない。しかし、向かい風なら数メートルの滑走で離陸でき、無風状態でも30から50メートルほどで十分だったため実用上は必要なかったと思われる。空中でスロットルを全開にすれば15度の行角姿勢でほとんど空中で静止状態でいることができ、 その姿勢で空中で360度方向転換することも可能だった。操縦はローターの回転面を傾けることで揚力の分力により行われた。着陸はほとんど滑走せずに行うことが可能だった。また、もしエンジンが停止したとしてもオートローテーションで安全に着陸できた。なお、原型機であるケレット KD-1 の形式名の D は ダイレクトコントロールを意味し、ローターが回転している限り、待機速度がゼロでも、機体の効果的な制御が可能であることを意味していた。ありがとうございます。